それでは行きます。はい。はい、こんにちは、カパパです。今日はですね、ちょっと遭難についての話とですね、ヘッドランプ、ヘッデンですね、これの話をしたいと思います。まずね、皆さんに先に お伝えしたいことがあって、遭難じみた状況をこの間実は作ってしまいましてね、ある山の山頂を踏んでですね、で、午後になって降りてきました。予定ではもう全然明るいうちに降りれるはずだったんですが、下山途中にアクシデントがありまして、下山途中でもうすでに真っ暗になってしまったんですね。でその時にヘッデンがあれば全然問題ないんですよ。まあヘッデン出せば済むかなと思ったんですが、その時持ってたヘッデンがこれなんです。スペックで言うと20ルーメンで40時間使えると。まあ山道をね歩く分にはその20ルーメンで十分かなと僕思ってたんですが、でしかもねカタログでは照射距離が25ぐらいになってたんで、まあ多分問題ないだろうなと思ってですね、これをつけたんですね。こんな感じでねつけたんですよ。そしたらね、まあ、確かにこのようにね、まあ、光は行くんですけど、まあ、かろうじてわかるけど道が荒れてっとこ行ったら、まあ、足引っ掛けてすっ転んじゃうだろうなというような明るさなんですね。これはあくまでも僕お守り代わりですから、持ってないよりはマシということで入れてたんですが、いつも使ってるですね、これを持ってけばよかったんですね。要はこれはね、ペツルのアクティックコアです。まあ、ペツルで言えば最新のものですね。まあ、最大が350ルーメンの、まあ、2時間持つタイプです。でこれの一番いいところはここに笛がついてるってところですね。まあ、こんな感じでですね、笛が鳴ります。レギュラーがこれなんで持ってけばよかったんだけど、まあ、ちょっと気を抜いてしまってね、こっちを入れてったんですね。それが大きな間違いのもとでした。もしこのアクティックコアを持ってけばですね、暗い中でも問題なく歩けてですね、道迷いとかは起きなかったと言えると思います。まあ、登山のヘッドランプって、まあ、ほとんどですねこういう特徴がありますね。どっちかといったらですね、光を遠く飛ばすと。これに関してもアクティックコアは照射距離が95メーターです。モンベルのこのミニヘッドランプは25メーターです。僕ね、その時に道迷いした時に周囲はね真っ暗ですよ。たまに動物の声が聞こえてくるくらいの、まあ、そういったところです。あれここでいいんだっけかな、この道だっけかな、あれこれ踏み跡がないなってぐるぐる迷った時にですね、僕思ったのは、まあ、要は遠くを照らす機能よりもですね、要は自分の周囲10メーターぐらいがねきっちり広い範囲で分かれば道迷いせずに済んだんじゃないかなというふうに思いました。まあ、例えばですね、これアクティックコアで言うと100メーター先200メーター先に仮に届くとしてもですね、例えばそこの間に木がいっぱいあったり森があったんでは、遠く、まあ、光が届くヘッデンでもですね、まあ、そういったものに遮られて届かないわけです。ですからどっちかといえば遠く届くということよりもですね、ワイドビーム、いわゆる照射範囲が広いということの方が山の中での道迷いに対しては有効なんじゃないかというようなことで、光がですね遠くには届かないけど自分の周りワイドに映ると、そういったものを探してたんですが、この度あったんで、まあ、それを頼んでみました。はい、これがそうですね。今回ね、そういった理由で、まあ、ご紹介するのはジェントスの型番が CB443-D というモデルです。これいくつか多頭式に比べてこの COB っていうタイプですね、これチップオンボード、ワイドにした場合無駄ができづらい構造になってます。明るさに関してはですね、3つのモードがありまして、ハイモードが400ルーメンで、ミドルモードが100ルーメンで、エコモードが20ルーメンと3種類があります。そして点灯時間に関しましては、最大のハイモードである400ルーメンで使った場合3時間で、一番電気を食わないエコモード20ルーメンの明るさで使った場合が52時間です。で使用電池に関しては単4のアルカリを3本使います。もちろんエネループ対応になってます。あ、この開け方はですね、ペツル方式ですね。で先ほどは白色の LED の明るさをお話ししたんですが、もちろん今のライトですから赤色、赤色もあります。赤色に関しましてはハイモードで使って30ルーメンの明るさがあります。でこの場合30ルーメンで使った場合10時間持ちます。このライト面白いのは、例えばこうペツルだったら
操作のボタンで、まあ、トップにあるこのボタンだけなんですね。ジェントスに関してはもうトップにですね、白色用のボタンと赤色用のボタンが一つずつ独立してついてます。ホワイト LED は切り替え3つですね。ハイ、ミドル、ローで消えます。で、照射距離は 28m。 こちらのアクティックコアがですね、照射距離が 95m に対してですね、こちらは 25m ということで、遠くは届かないけどワイドに照らすことができますよというのに特化したライトになってます。あと防水とかその辺に関しては、まあ、本当に水の中飛ぶって潜らない限りはまあほとんど一緒だと思います。ただ一応説明しておきますと、このアクティックコアに関しては IPX4 ということで、まあ、雨が降っても全然大丈夫ですよ、問題ありませんよというようなライトでした。こちらの新しく買ったジェントスの CB443D に関しては IP64 ということで、最後の4というのは防水なんですけど、防水性能4ということで雨には全然問題ありませんよと。で、 IP64 の6、これは防塵、いわゆるホコリがどんだけ入るかっていうことなんですが、この6ってことは、まあ、ほとんどもうホコリはもうシャットアウトできるというぐらいに考えてもいいと思います。ですので、まあ、防水防塵に関しては、まあ、こっちよりもパワーアップしているというようなことになります。ただ僕今回これを買った目的は、再度申し上げますけど、そもそものきっかけはこちらのお守り代わりに持っていたモンベルのミニヘッドランプ、これが思ったより光が全然届かなくてですね、まあ、やっぱりこのアクティックコア持っていけばよかったなというふうに思ったんですが、ただその時の反省としてですね、樹林帯の中で迷った時にはですね、周囲をどんだけ明るく照らしてですね、まあ、道を見つけるかと。稜線上に出ちゃったらね、迷いようがないんですよ。そんなに道なんかないんでね。ただ問題は樹林帯の中で分かりづらいところいっぱいあるんですね。まあそういうところで、まあ、道迷い遭難っていうのは起きてますね。まあそういった意味で、まあ、周囲を明るく照らすこのライトに買い替えてみたというようなお話でございました。どれぐらいね、こうワイドになるかっていうのは実際ね、今夜でも試してみますね。この3つですね、どれぐらい違うかちょっとやってみたいと思いますんで、はい、この紹介動画の後に続けてご案内したいと思います。昼間ですね、新しいライトを買ったという、まあ、動画を撮りまして、欠点の検証に来てます。ここはよくライトの検証する河原なんですね。ちょっとうるさいとは思うんですが、ここでライトの比較をしてみたいと思います。非常用のライトで、モンベルのライトですね、これをつけてみたいと思います。目の前にですね、なんか空き缶が落ちてるっぽいんで、そこをちょっと狙ってつけてみます。見えますかね。これは僕の足元です。1メーターぐらい先の足元に空き缶が落ちてます。で、こうずっと行くと、これ道なんですが、もうほぼですね、3メーターか4メーター先から向こうは真っ暗で見えませんね。カタログスペック上はね、もうちょっと先まで見えるって書いてあるんですけど、現状まあ光が当たるか当たらないかで言えば当たってるんでしょうけど、何があるかは一切分かりません。実際の照射範囲を見てみますと、この空き缶を中心にですね、半径1メーター直径2メーターぐらいの円、まあ、これぐらいは十分分かりますね。ただこれで歩いてますね、これでね歩いてみると実際はちょっと使えないレベルですね。はい、こちらが河原です。で、川があっても、まあ、音は聞こえるけど、土手がどこなんだかギリギリまで分かんないですね。まあ、あくまでもこのランプはですね、本当の非常用というか、まあ、できれば使わないで、まあ、そのままポケットにしまっておくのが一番じゃないかなというふうに思います。はい、はい、続いてですね、ペツルのアクティックコアです。このライトは別に何の不満もありません。
本来であればこれ持ってけばですね、まあ、暗くて道迷いとかそういうことは一切起こらなかったんですね。まあ、ですけど、まあ、今回ちょっと別の趣旨で新しいものを買いました。その比較としてですね、今映してみたいと思います。ペツルのアクティックコア照射します。350ルーメンです。それでは行きます。はい全然違いますね。これがですねペツルのアクティックコアです。ずっと先やってますとこれはですね河原沿いの道なんですが、そうですね、カメラでねちょっとどう映ってるか分かんないんだけど、光がね当たるか当たらないかで言えば向こう側のですね川の向こうの林の木まで一応形は分かります。ただ現実的にですね人間の目でこの道どこら辺まで見えるかというと、まあ、大体20メーターぐらいですね、が何があるかが分かる範囲です。はい、足元に目を移しまして、それでは足元の光の円ですね、どれぐらいかというとですね、この空き缶を中心に約半径が3メーターぐらいですね。ですので直径6メーターぐらいの円、明るい円になってます。カメラじゃねもうちょっと円が狭く映ってると思うんですが、現実的に見える範囲でいうとそれぐらいになります。実際ね山道を歩く分にはこれは全然もう問題ないですね。むしろ明るすぎるぐらいです。じゃあ川の方向いてみます。土手を確認します。さっきと違って土手がよくわかりますね。でギリギリまで立つと、はい、あそこに川が流れてるのがよくわかります。でこれならですね崖から落っこって川にドボンということはないと思います。さすが350ルーメンですね。はいはい、続いてですね今日届いたジェントスのライト、はい、つけてみますね。400ルーメンです。それでは行きます。はい全然違いますね。もうこれだけで分かりますね。ペツルのライトが、350ルーメンです。これが400ルーメンです。ルーメン数はそんなに変わらないんですが、この円のでかさお分かりになりますかね。この空き缶を中心にものすごいことになってます。はい、じゃあどこまでね見渡せるかというと、そうですね、先ほどのペツルのライトが20メーター先ぐらいまでは見えたんですけど、このジェントスのライトでいうと約10メーターぐらいまでは、まあ、何かがあるのが分かります。そこから先はちょっともう分かんないですね。光の集まり具合、つまり手元ですね、手元の光の大きさ、光の輪の大きさを見てみますと、そうですね半径5メーターぐらいですね、ま、ライトの角度によって違うね。半径5メーターでね直径10メーターぐらいの円になってます。はい、ちょっと歩いてですね川の方に向いてみたいと思います。ほらね、アクティックコアと違って全体が見渡せますね。はい、崖ギリギリです。あ、さっきのアクティックコアですね、川の流れが分かったんですが、これは川の流れまでは分かんないですが、はい、土手の様子から何からですね足元がよく分かります。これはものすごい差ですね。はい、こんな感じで撮影してます。ここにあのカブマワゴがありますが、はい、車全体がですね、はい、こんな感じで言うと、はい、とても減点の明かりとは思えないぐらい広い照射範囲があります。
はい、企画動画以上でした。ありがとうございます。はい、そういうことでですね、本当にね、まあ、この3つ、まあ、それぞれ特徴があります。もちろん明るさもそうですし、電池の持ちもそうなんですが、まあ、今回の実験はですね、どんだけ足元がですね明るく大きく映るかと、まあ、そういった実験でした。もちろんね、予測されたことですが、このジェントスのライトがまあ一番でしたね。ただね、それぞれこのアクティックコアとこのジェントスはですね、狙ってるところがまず違いますので、どっちがいいとか悪いとかの問題ではなくてですね、やっぱり使い分けということが大事だと思います。今回は、まあ、要は登山道の見失いというところから来てますんで、それが林の中だったということから、自分の周辺を大きく明るく照らすこのライトが有効だというようなことで実験しましたけど、まあ、例えばですね、森林限界を超えて、顔料帯とか言った場合はもちろんですね、先を見通せるこちらのライトの方が有利だと思います。いずれにせよですね、ケースバイケースで使い分けていきたいというふうに思います。はい、以上ヘッテンの実験とですね、紹介の動画でした。ありがとうございました。